北広島市立公用中学校は、北海道北広島市の公立中学校である。現校長は、金森直人。1974年、3学級生徒数98名、北広島市立東部中学校で、授業開始。初代校長は、藤井翔吉。同年3月1号工事完成、PTA 設立総会。 4月1日東部中学校と分離し後学級139名となる。4月15日開校式、校歌、交渉決定。その後、1977年には14学級531名となり、翌年北広島市立緑葉中学校と分離する。1981年14学級558名と、生徒数がピークを迎える。その後、 生徒数は徐々に減少し、2016年時点で8、学級190名であった。昭和49年2月の開校から脈々と当時の教育理念を引き継いでいるが、平成14年に生徒自身の生活の目標や教職員の指針となるよう、学ぼう、開こう、つなごう、たくましくを制定している。自ら思考し、真理を求める生徒、学望。 豊かな心情を持ち、互いに協力する生徒、卓う相違を生かし、主体的に行動する生徒、つなごう心身ともに健康で、たくましい生徒、たくましくに、学校教育目標北広島市立高陽中学校。ありがとうございます。